皆さん、こんにちは。ヘブ版まとめです。今回はヘブン・バーンズ・レッド第4章後編を実況していきたいと思います。じゃあ、始めようか。ぐっすり寝られた。朝の体操行ってくるわ。ああ、その前に昨日のやってくれんか？ああ、豆乳作りか。せや！どないな力やねん。ただのバカ力や。できたで。卵焼きもある。豪勢や。いただきます。いただきます。ねえ、この卵焼き甘くない。豆乳に砂糖入れとるやろ。砂糖取りすぎると病気になるからな。せやけど卵本来の味わいとこのふわっふわ加減がええやないか。まあね。せや、さっき外出た時賑やかやったけど、また祭りでも近いんか？もうすぐランタン飛ばしなのさ。ランタン？そんなん飛ばしてどないするん？今は盆やろ。亡くなった家族やご先祖様が一緒にいてくれてんねん。それを送り返す儀式や。そう、それ灯籠流しとか聞いたことあるな。それの飛ばすバージョンかいな。そんなところや。なるほどな。ごちそうさん。ごちそうさまでした。ルミは今日も釣り行くんか？うん。でもその前にルミは宿題やるんやろ？うん、その通りだぜ。ゆっくりでええで。外出とくから。ほな、二人分の昼飯や。いつも大きに。うちが何とかして見せるからな。バーヤ行くか。バーヤだ。破けてるわ。子供がいる。どうやったら。今日は孫のために多めに買わなきゃ。大きくなあれ。うん、まあまあまあ。ここからお宝。ドームの外ってどんな風になった？またキャンサーが活発化してるらしい。オイラの妄想は時に最高。ラーメンセット。どれどれ。おしゃれなお店に入るの。お菓子買ってくる。冷たい飲み物を一つもらえるかい？予約入れた加藤エリア。予約一名様入りやした。ご注文は？クイックメニューはこちらからね。圧が完全に居酒屋やねん。バーテンダーは声かけられるまで待つねん。お決まりで。早いわ。けどなんか注文せんことには話もできんな。ルミの好きなやつ頼むわ。ポリポリやったか？カリカリ入りやした。注文通しといて自分で作り始めるんダサいで。誰に通したつもりなんや。接客は気合いなの。バーテンダーに気合いいらんねん。客は息抜きに来るんやろ。そんな圧で接客されたら静かな店行きたくなるやろ。それともあれか、前のドームで居酒屋でその癖が抜けへんのか。誰からその話を？ただの憶測や。そうね。静岡ドームはもっと活気があって人がたくさんいて、
私は居酒屋でホールスタッフをしてた。ここに来てからはいろんなもんが失われたっちゅうことかいな。あの店ではいろんな人にありがとう、また明日来るよって言ってもらえてた。その人たちはキャンサーにやられてもうたんか。それで一人で経営できるバーを始めるしかなかったんか。はい、カリカリ。いただきます。ほんまや、お菓子みたいでうまい。なあ、秋葉さんのことはどないに思ってるん？どうしてそんなこと聞くの？その静岡ドームから来た人とうまくやれてへんみたいやからや。そっ、あなたあの家の居候だものね。今は家族やけども。このドームに命からがら逃げてきた時にきついことを言われたの。なんて？大人なら泣いてないで働けって。相変わらず厳しいな。うちにもそうやった。ルミは幼かったから優しくされたっちゅうことが。いろんなものを失ったばかりだったのに。それから秋婆さんとは？バーを始めてすぐに一度だけ来てくれたけど、その後はさっぱり。このドームは助け合いがもっとって聞かされてたのに。あれでもええ年や、メニューが合うてへんかったやろ。あなたも知ってるじゃない、刺身や焼き魚といった海鮮料理も取り揃えているわ。せやったら値段が高いんやろ。始めた頃はたくさんの人に来てもらいたかったから、ただ同然で提供してたわ。せやったらただ外食が好きやないんかもな。それに最近は外で会っても挨拶すらしてくれなくなった。そんな人とうまくやれるわけないじゃない。顔もいかついし口も悪い。それはうちに対してもや。でもいつも昼ご飯を持たせてくれるし、美味しいもん作ってくれる優しい人や。それだけは知っててくれへんか。これでもあなたより付き合いは長いのだけど。なんかきっと理由があるんや。どんな理由があったら聞いてみたいものね。なんかわかったら教える。別にあなたがこうして客として来てくれるのなら、そんなことどうでもいいわ。ルミはそろそろ宿題終わった頃やろか。ルミ宿題終わっとったか。あれ、人ええやないか。まあ頼み事があってな。なんや？ランタン飛ばしのランタンを作る人手が足りなくてね。このままじゃ間に合わないかもしれない。片襟、手伝ってあげようぜ。手伝うはええけど、釣りもせんと晩ご飯のおかずが調達できへん。釣りの時間もらえるんやったらええで。今日一日手伝ってくれたら夏野菜の詰め合わせを分けてもらってこよう。それでどうかな？それやったらうちはかまへんけど、ルミはどうする？ルミも手伝うぜ。助かる。作業は広場でやってるから、準備ができたら広場に来てくれ。よし、来たで。ランタン作りって何すればええんや？ルミは前にやったから大体わかるよ。じゃあルミちゃんは向こうで作るのを手伝ってやってくれ。君は雑貨屋に材料を取りに行ってくれるか？何をもらってくればええんや？パラフィン紙。ジャスティスはもう払ってあるから、ランタン作りの手伝いって言えば渡してくれる。わかった。僕でも見る。あら素敵だ。お菓子買ってくる。いらっしゃい。今日は何をお求め？アンニュイさいらんねん。頼まれてランタン作りの材料を取りに来ただけ。パラフィン紙ね、揃ってるわ。どうぞ持って行って。え、この大砲みたいな白い全部紙なん？ランタンはたくさん作るの。1ロールでもギリギリ足りるかどうかといったところね。そ
そうなんか。え、めっちゃ重いで。神ってまとまったらこんな重いんか。パラフィン紙はね、すっごく貴重なの。だから大切に扱ってね。わかった。持ってきたで。そもそもなんで女のうちに頼むねん。男の自分が行った方が早かったよ。僕は祈ることが仕事でね。それに君はキャンサーを追い払えるほどの腕っぷしの持ち主なんだろ。あれはまあ腕っぷしだけあれへんけど。これからはキャンサー追い返し屋と呼ばせてもらうよ。ダサすぎるわ。何でもかんでもヤーにして呼ぶ風習でもあるんか、このドームは。は？なんだいそのおかしな風習は。そっちがハテナ顔すんなや。こっちが不思議に思う側や。で、何すればええんや。持ってきてもらったパラフィン紙を見本のサイズに合わせて切り取って、ランタンを作っている人たちに渡してほしい。それくらいやったらうちにもできそうやな。精神に狂う。単純作業の繰り返しと気抜いたら破けそうなパラフィン紙の合わせ技がメンタルをゴリゴリ削ってきよる。もう片襟いっぱい噛み切ったね。これだけあればしばらくは大丈夫そうだな。お疲れ様。自分はどこで何しとってん。うまくいくよう祈ってた。手伝えや。午後からはキャンサー追い返し屋もランタン作りを手伝ってもらえるか。加藤エリやねん。うち作り方わからへんで。大丈夫、僕が教えるから。手伝うまでせ、祈る側に回るな。じゃあキャンサー追い返し屋にはランタンの筒の部分を作ってもらおう。加藤エリやねん。お前も誰やねん。祈祷屋さ。パラフィン紙の端に糊をつけて、こうやって筒を作って端と端を貼り付ける。これを見本にして作ってみてくれるかい。自分そのまま作れや。祈る側に回るな。神の端に糊つけて丸めて端と端をつなげる。これでどうや。祈りは届かなかったようだ。これでは使い物にならない。せやから回るな。どこがあかんかったんや。のりしろの部分が大きくなりすぎてる。ここが大きすぎるとランタンが重くなって飛ばない。気にすることはない。初めては誰でもこんなものだ。やっていればなれる。そして僕は祈る。せやから手伝え。片襟、調子はどう？難しいなこれ。糊付けにはコツがあってね。ちょっとはみ出るくらいのところまで糊を塗ってみて。こうか？いい感じだぜ。これを丸めて。よし、ひっついたで。ほう、いい出来だ。その調子でどんどん筒を作っていってくれ。せやから手伝えや。片襟、そろそろ昼ご飯にしない？そっか、もう備えな時間か。ええで。今日はどないなおにぎりやろな。なんやろうね。あ、緑色しとる。なんかの葉で巻かれとる。おお、ピリ辛。多分からしの巻きだね。からし？備えな葉があるんか。確かに辛さが病みつきになるうまさや。感謝しかない。うちからしたらやっぱすごい人や。秋葉原さん、あれからバーヤと話してみた。どうだった？なんやろ、うちにもそうやったけど大人には厳しいんやな。逃れてきた静岡ドームの人たちにとっては
それが辛辣に聞こえたようや。言い方はきついけど、相手のことを思ってだと思うんだけどな。うちもそう思う。でもな、友達や家族を失った直後に言われるとな、傷つくんや。なんとかできる？やれるだけのことはやってみるけど、今では会話もしてへんらしくてな。結局のところ、本人同士で話し合うしかないと思う。そう。大丈夫や。うちが絶対何とかしたる。おお、キャンサー追い返しや。台座作りもできるまでになったか。やるな。自分が祈っとる間にな。この調子なら夕方までには作り終わりそうだな。もう一息だ、頑張れ。自分もなんかせ。はい、これでランタンは全部完成。みんなお疲れ様。特に何にもしてへんのに、なんで仕切れとんねん。不思議でしゃあない。キャンサー追い返し屋とルミちゃんも急だったのに手伝ってくれてありがとう。ふん、どういたしましてだ。おせや、夏野菜の詰め合わせは？忘れてなんかないさ。祈りは届いたよ。祈り関係ないやろ。すごい、ナスにカボチャにパプリカまで。今日の夕飯は豪勢になりそうやな。じゃあ今日はこの辺で。ランタン飛ばしてまた会おう。さらばだ。バイバイ。ほら帰るか。うん。釣り行かんかったけど、代わりに夏野菜持ってきたで。すごいもんもろてきたな。どうする？全部天ぷらにする。やった！いただきます。このかぼちゃ甘い。衣もサクサクで最高やな。なあ秋葉さん。何や。4年前に静岡ドームからたくさんの人たちがこのドームに避難してきたやろ。それが何や。バーヤに泣いてないで働けって言うたこと覚えとるか。そんな大昔のこと覚えとるかいな。4年前ってそんな昔のことになるんか。確かに何喋ったかなんて覚えてへんもんかもな。せやったとしてもバーヤでご飯食べたんは？そん時に言ってるはずなんや。何度も言わすな。そんな大昔のこと覚えとらん。外食や。この家の外でご飯食べた記憶は？あったとして、それが何やねん。今の生活と何か関係あるんか。ある。あるから聞いとんねん。食事中そないな大声で話すな。静かに食え。ルミはばっちゃんが外でご飯食べてたところ見たことないよ。食べた？昔はあったかもしれんな。バーヤでは？そこにバーヤいなかった？どうやろな。おったかもしれんし、おらんかったかもしれん。そう。ええや、ルミ。おおきに。食べよ。カトエリー。ごちそうさまでした。ごちそうさん。洗い物済ませたら行くで。わかってる。こうして街頭テレビに集まるんも慣れてきたな。早く行かないと前の方に行けないよ。
二刀流、今日も出るかな。氷菓子屋、ちょっと話ええか。集中戦闘、この移動はできたい。これまではその状態で普通に話せとったやないか。明日氷菓子屋行くで。定休日とかやないな。千秋楽はまだ先たい。完全に大相撲にかけてきとるやないか。じいさん、二人分ちょうだい。よっ、あっせんよ。そうやわ。あら、ルミちゃん、今宵はお姉さんがいけない遊びを教えてあげるわよ。すでに知ってますの。うふふ。相変わらずノリへえな。昨日は定常任務っぽいのになった。新しい任務の準備中なんやろか。31A の皆さん。ナナミン、どうしたの？本日からの出撃は野営地からとなります。了解。でもどうして？今後は指揮機能を一部拡大して前線へ移転する計画です。テストケースとして野営地での運用が可能かどうか確認する意味もあります。ご協力ください。つまりどういうこと？司令部が野営地に本部を構えるから、そこで作戦を聞いて出撃しろってことだ。野営地まで私も同行させていただきます。え、ナナミンも一緒に来てくれるの？はい。なんか新鮮。では行きましょう。に来たけど、これからどうするの？これから野営地の本部で当日の作戦概要説明を行います。本部まで案内しますので、ついてきてください。はい。ルカ。ユイナ先輩。あ、だから今朝はリンネ来なかったんだ。いろいろと大変だったようだな。任せっきりですまない。ううん、ユイナ先輩のおかげで元気づけられていたよ。すっげー助けられた。はて、サンマルジーンが共同体として動いていたことで、お前たち 31A にも何か恩恵が？いいよ、わからないままでいて。待っていたぞ、カヤムリ。モナニャン、もう平気なのか？ああ、この通りもう万全だ。だが無理がたたったようで、無我夢中は
今まで通りの力を発揮できないと軍医に告げられたがね。そうなんだ。案ずるな。リハビリのおかげで以前ほどとはいかぬとはいえ、戦える体に戻っている。むしろ自我を失わずに戦えるようになった分、力は落ちたが皆との連携は取りやすくなったと言える。無理はもうしないでくれよな。うむ。揃ったようね。それではブリーフィングを始めます。オペレーションサジタリウスの最終目標は比叡山山頂付近にいるスカルフェザーの討伐。今回の作戦はその準備段階となります。やるべきことは2つ。1つ目はスカルフェザーと交戦したと思われる部隊の記録、痕跡からスカルフェザーに関する確度の高い情報を手に入れること。霊仙山山頂、白倉岳山頂、鈴蘭尾崎にあったとされる橋頭砲を調査してスカルフェザー攻略の糸口をつかむ。こちらの行軍路と拠点周辺掃討任務には 31A に当たってもらいます。了解。 31D、31F、31X は順に 31A に同行し、 31A が確保したそれぞれの拠点に残り、周辺偵察と橋頭砲の再稼働を行ってもらいます。 31E は石膏部隊による調査が終わり次第、朽木渓谷の掃討に向かいなさい。了解です。2つ目はスカルフェザーの死角から接近するルートの開発。亀山市から大津市までの迂回ルートを確保してもらう。こちらは 30G に当たってもらいます。了解した。なお 30G の欠員補充には機動性を重視して白虎を当てることにします。頼んだぜ白虎。質問だ。かつての橋頭砲に行くルートにはスカルフェザーとの間に遮蔽物のないところもあるんじゃないか。そうね。遮蔽物のない平野をそのまま進むのは自殺行為だから、かつて軍が作った坑道を移動してもらいます。軍の古い記録を確認したところ、近畿地方の様々な拠点を結ぶ坑道を作っていたことが分かったの。今回調査してもらう地点の付近にも坑道が通っていた。なので目的地付近まで地下を移動して地上に出る時間を最小限にします。なるほど、了解した。質問がなければブリーフィングは以上です。各自準備を整え出撃しなさい。モナニャン、本当にもう大丈夫なのか。体じゃなくて、その我はそこまで弱く見えるかな。もう乗り越えたっていうの。いいか、カヤモリよ。この戦時下、仲間の死というものは乗り越えるべきものではない。通り過ぎていくものなのだ。そんな。何を動揺している。それが戦争という非日常。カヤモリよ、お前もこの先それを理解して進め。いちいち立ち尽くし呆然としていては、戦いはいつまでも終わらず無駄に犠牲者だけが増えてゆく。良いな。そうだな。これから過酷な道を突き進み始めるのは私らの方だって言われてたんだった。了解。可能な限り早くこの戦いを終わらせよう。うん。ルカ、今日は 31D との共同作戦行動だ。そろそろ合流するぞ。ああ、そうだな。ルカッチ、ユキッチ、つかさっち、たまっち、そしてカレンチ、久しぶりでーす。おお、イロッチ、元気にやってるみたいだな。あれからも爆裂させておるか。もちろん芸術は爆裂でーす。ならよい。またご一緒できて嬉しいっす。
今日はよろしく頼むぞ、カヤモリ。ああ、こっちこそ頼りにしてるぜ。あ、足を引っ張らないように、視界の隅でゴミになっています。さて、どんな絶望を見られるか楽しみだな。いきなり頼りにできねえ発言してるじゃねえか。問題ないさ。みんなやるときはきちんとやるさ。そうですよ。私たちも成長しているんです。あーしらの絆の強さも見せてやるっすよ。イロッチ。ああ、見せてもらうよ。今日の目的地は霊山山山頂か。山のふもとまで行動が続いているはずだ。暗いから慎重に行こう。あの先の分かれ道、嫌な感じがします。確かに敵からすれば一方的にこちらを狙いやすい地形になっているな。どうする、ルカ。私とカレンちゃんで敵がいないか確認してくる。隠密じゃな。任せるがいい。ほんと慎重に頼むぜ。アカリンとミサリンの読み通りだ。待ち伏せされてる。やってしまおうではないか。いや、みんなが戦いやすいところまでおびき出そう。了解さ。アイナとリサチンが連れてくるさ。はーい、了解です。任せてくださいね。じゃあ、行くぞ。よし、探索を続けよう。
向こうになんか部屋があるな。トイレかな。こんなところにポツンとトイレがあってたまるか。あるかもよ。地下通路を歩いてる途中でトイレに行きたくなったらどうするのさ。そんなことにならないように事前にトイレは済ませておきなさい。はーい。鍵は開いていたけど、何の部屋だろうね。僕にも別の部屋があるぜ。室内に敵はいませんでした。調査可能です。この部屋の作りからして、詰め所みてえだな。とすると、奥が指揮所か？じゃあ、何か情報があるかもしれない。指揮所と詰め所ということか。二手に分かれて調査しよう。ミサリンたちはどっち調べる？私たちは指揮所を担当しよう。31A は詰め所を頼む。了解。ありました！開発コード試作8号機の詳細です！試作8号機は特殊な力場で空間に作用し、座標自体を固定する力を持つ。これにより強大なキャンサーをも拘束することができる。あれ？この説明どっかで聞いたような。イージスの鎖だ。かつてのセラフ部隊はスカルフェザーを倒すためにイージスの鎖を使おうとしたんだろう。問題はそれが今も残っているかどうかだな。指揮所で動作しそうな機器は確認できたが、それ以外はなさそうだ。こちらもこれ以上は何もなさそうだな。この部屋はこのくらいにして先に進もう。ちょうどこの真上あたりが霊山山山頂だな。通路の先になんか部屋がある。鍵はかかっていないみたいね。入ってみましょう。イージスの鎖だ。さっきの情報と一致する。そこがエレベーターみたいになっているので、使用時には地上にせり出すようになっているのではないでしょうか。なるほどな。これなら兵器の設置をスカルフェザーに気づかれて作戦前に攻撃される恐れもない。よく考えられてるけど、結構古い機械なんだろ。今でも動くのか。天才ハッカーのユッキーの手にかかれば、壊れてようがお手のものさ。壊れてたらお手上げだわ。頼むぞ、動いてくれ。動かなかったらマジでお手上げだ。よし、再起動できたぞ。基地からの遠隔操作にも対応しているはずだ。どうだい、これが 31A が 31A たるゆえんなのさ。あたし以外見てただけだろ。あたしがあたしたるゆえんなだけだわ。哲学的っす。意味ありげで中身空っぽの会話なんだわ。忘れてくれ。このまま発射台を地上に出しっぱなしにしておくと、スカルフェザーに砲撃されるかもしれねえから、一旦格納しておこう。そうだな。あとは、地上の共闘砲を調査すれば、今日の作戦は完了さ。ああ、サクサク進めていこう。地上か。
この辺りは地面が凍っていないようね。山頂の橋頭砲を見るまで断言はできないが、ここはスカルフェザーの砲撃の影響を受けなかったのかもな。山頂まではどのくらいっすかね。それほど険しい山ではないが、それなりに距離があるな。キャンサーにだけ注意していこう。待ってくれ。どうしたの？一旦ここまでの情報をまとめようと思ってな。あの二階堂さん、これまで遭遇した敵の行動パターンを書き起こしました。お目汚しになりますが、アイナからは見た目を絵に描いてまとめたさ。あかりちんとセットで見るといいさ。うむ、ありがとう。二人の情報を合わせると今後の戦闘をより深く読むことができそうだ。ミサトちゃん、地形情報ですよ。フブキちゃんとイロハちゃんが集めてくれました。偵察しただけだ。それより私が伝えたいのは、いつの間にか人気投票が始まって終わっていた、その虚しさ。さ、不運だったっすね。アシは特徴的な地形をスケッチしてリサッチに渡したっす。ところで事前情報との照合はどうでした？大丈夫だ。そこは私がチェック済みだ。皆からもらったこの新しい情報を重ねて作戦の攻略の道筋を修正しよう。へえ、 31D はみんなで協力して調査するんだね。それが本来の姿で、 31A もそうあるべきだからな。私たちはそれぞれが得意とする部分を持ち寄って一つのことをやり遂げているんだ。一人はみんなのために、みんなは一人のためにですよ。イワシも一匹じゃ簡単に捕食されるけど、仲間と集まっていれば食べられる確率が下がるさ。その例え正しいのか。恐ろしいことさらっと言ってねえか。時間を取らせたな。進むとしよう。いいっすね。そろそろ山頂だ。この辺りに橋頭保があるはずなんだが。キャンサーがいる。全部倒して安全に調査できるようにしよう。行くぞ。
みんな、京都府やその後、他に気になったものがあれば報告してくれ。ざっと見た感じ、砲撃を受けた跡はないから大丈夫だとは思うが、赤い結晶を見つけたら絶対に触るんじゃないぞ。はーい。小学生みたいだな。やめろ、私まで巻き込まれたじゃねえか。みんな、ここに入り口がある。多分これが京都を掘ってやつさ。ナイス、アイチン。よし、みんなで基地の中に残っているものを探そう。目新しい情報はないな。ここからでも比叡山山頂の様子は霧で見えなかったらしい。せっかくここまで来たのに。全くの無駄足ってわけでもないだろう。昔のセラフ部隊もあの霧に視界を阻まれていたってことは、あの霧はスカルフェザーが出している可能性が高い。少なくとも敵があの霧の中を根城にしてほとんど動いていないってことが分かっただけでも前進だ。確かに。でもそれだけじゃ気持ちよくナイスハッキングとは言えねえ。残念だが今回はお預けだ。永遠にいらねえんだわ。では私たちはここに残って偵察を続けよう。ああ、あとは任せた。帰ってきたら一緒に飲もうぜ。未成年だろ。って私は未成年だろババアか。なんだよ未成年だろババアって。おそらく未成年だろって言い続けるおばあさんだろうよ。ってまだ若いわ。ってこのババアツッコミシリーズなんだよ。私ハマってんのかよ。こんなしょうもないことにハマりたくねえよ。もっと楽しいことにハマらせてくれよ。そうだな、食事でもしよう。みんなでテーブルを囲んで甘いものでもな。作戦はまだ続くが、適度に英気を養い最後まで戦い抜こう。うん、私結構なひねり技入れたんだから触れてくれよ。虚しくなるだろう。なるほど、イージスの鎖はもともとスカルフェザー専用に開発された試作機だったということね。霊仙山の橋頭保にも地下に設置されていたし、ほぼ間違いないと思う。発射台は地下にあったのね。司令官の読み通りだ。あの様子なら再起動も問題なくできると思う。今後も発射台を発見次第再起動も試していって、フラットハンド戦のデータも活用できそうだし、引き続き進めてちょうだい。わかった。
じゃ、行ってくるわ。え？どこに？樋口にイージスの鎖再起動の件、報告してくるんだよ。前もやってただろう。私また嫉妬に狂っちゃうよ。お前一人が嫉妬に狂って人類が救えるなら安いもんだ。ちぇ、わかった。ユッキーが戻ってくるまでおとなしく待ってる。なんで私が強度計算やらされてんだよ。ハッカーなら数学は得意だろ。何か手伝えることないかな。何を手伝おうか。何を作るにも火は必要ってことで火をつけてみよう。この薪を組めばいいのかな。果たして組み方はこれで合ってるだろうか。いや、自分の感性を信じよう。組み終わったらマッチでつけた火を投入。あれ、つかない。よいしょっと。あ、やっとついた。でも火がちっちゃい。よし、そろそろ戻るか。お帰りなさい、皆さん。お疲れ様でした。おお、ななみんがお帰りなさいを言ってくれる。これはもう結婚していると言っても過言ではない。過言だわ。ほら行くぞ。ななみんともっと一緒にいたいのに。私も職務がありますので、助かります。ゆきさん、必死ね。ライバル現る、だものね。司令部にまで迷惑かけないようにしてやってるだけだわ。何かを感じ取れるかもしれない。あ、行っちゃった。結局何も感じ取れなかった。今日はこれで帰ろう。
何してんの？ちょっと考え事。フラットハンドとの戦いを思い出してた。戦っていたのはカレンちゃんだけど、私も覚えてる。めぐみさんが必死になって、私たちの道を切り開いてくれたこと。あの戦いは、めぐみさんがいなければ勝てなかった。スカルフェザーが、フラットハンドと同じか、それ以上の強さだとしたら、めぐみさんのいない今の私たちに、勝てるのかなって。カレリン。ごめんなさい。こんなこと言ったって、どうしようもないのに。いや、その不安はわかるよ。一人で抱え込むより、口にして吐き出すことも大事だ。うん。でも、私らなら大丈夫だと信じてる。そうです！皆さんがピンチとあらば、この私がどれだけでもカバーに入ってみせます！ありがとう。などと言うと思ったか！貴様ら全員くたばっても、一人でやってやるわ！寝る前に殺気立たないでくれない？これが通常運転なんだよな。慣れとは恐ろしいもんだ。先にお休みっと。己の血を捧げてサイコキラーを強化する、そんな悪魔的儀式を泉ゆきはその晩行ったのであった。そんな不気味な儀式しねえわ。普通に寝てるとこだわ。うっさいぞユッキー。相変わらず理不尽だな。セラフ部隊は強力なキャンサーと戦うための秘密兵器を用意しています。敵がどれほど強大であろうとも、セラフ部隊はそれを打倒することでしょう。人類の希望であるセラフ部隊を応援しましょう。次回予告、明日は琵琶湖攻略作戦その3をお楽しみに。秘密兵器は燃えるぜ。なんや、イージスの鎖みたいなもんか。それをつこた作戦では、うちは散々やったけどな。ここまで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。次回お楽しみに。